幸せという現象が存在するのは私が感じた時だけである。今この瞬間に無限の幸せを。幸せの本質はとても簡単です。唯物論的に幸せという名の現象がどこにあるのかずっと追い求めてきました。でも何かを手に入れたら幸せになるということではなく、世の中に幸せという名の現象がどこにも存在していない。例えば目の前にバラの花やコップの水があれば、まず100人ともその名前を認識するでしょう。でも100人が100人ともこれが幸せといえる現象や出来事を持ってくることはできません。そこに気づいた時はかなりショックでした。でもそこで唯物論として考えました。幸せという名の現象が存在していないのに、なぜ幸せという言葉があるのだろうか。辞書や私たちの日常生活の会話の中に言葉として存在しているのだろうか。これも考えに考えた結果、意外に簡単な結論になりました。幸せという名の現象があるからだ。では、歴史上にも地球上にも幸せという名の現象が存在していないのに、どこに幸せが存在しているのかというと、私がこれを幸せだと思った瞬間に、その人にとってのみ幸せな現象になるということなのです。それなのになぜ私たちは幸せというものを感じにくくなったのでしょうか。それは私たちは学校教育の中で比べ合うことしか教わらなかったからです。比べ合う世界の中で自分が上の方にいて他の人より抜きんでることが幸せと思わされてきたからです。人よりもたくさんのお金をもらい、大きな家に住み、いい車に乗ってというふうに思い込まされてきました。競い合うこと、比べ合うこと、争うことという価値観が自分の中から取り払われた時に初めて幸せは手に入ります。これは観念論、精神論、人格論ではなく唯物論としての結論です。幸せという名の現象が存在するのは私が感じた時だけ。これが理解できた人は今この瞬間に無限の幸せを手にすることができます。自分の足で歩けること、目が見えること、人と話をしていて自分の耳で聞くことができて、その話を理解ができることも幸せです。幸せだと思えばいくらでもそう思うことができます。宝くじで大当たりする確率が100年に一度だとします。幸運、ラッキーというのは実は私たちが決めるのですが、その幸運を求めた時にそれが得られるのは100年に一度です。10年に一度の幸運を求める人は10年に一度、1年に1つ、1ヶ月に1つの幸運というように決めることもできます。毎日一つずつ幸せを見つけようと思えば年間365個の幸せが手に入ります。でも1日は24時間あるのですから、1日に24個幸せを感じても良いのです。自分が感じるだけだからです。1時間は60分あるのですから、1分間に1つずつ幸せを感じることができたら1時間に60個も幸せを味わえます。1日に1440個です。でももっと感じても良い。では1秒に1個、
1秒に10個でも感じることができるのではないでしょうか。目で物が見える幸せ、耳が聞こえる幸せ、言葉が発せられる幸せ、物が食べられる幸せ、手で何かをつかめる幸せ、家族のいる幸せ、このようにいつも自分が幸せと感じられることを10個や20個自分で箇条書きにしてみると良いと思います。そうすると毎秒毎秒幸せを感じることができます。私が幸せを感じられるかどうかです。幸せという名の現象は存在しない。私がそう思った時に初めて誕生します。温かい一杯のお茶が幸せ。ところで500年ほど前の人物でたった一人だけこれが幸せと言える人が思い浮かびます。100人が幸せと言えるかもしれない、その現象を提示する歴史上の人物、それは安土桃山時代の千利休です。千利休ならにっこり笑ってこう言うかもしれません。一杯のお茶が全宇宙の幸せである。千利休が言っていたことというのは、一杯の温かいお茶に万感の思いを込めてその幸せを味わいなさいということでした。本当にその心が分かったら、温かい一杯のお茶が幸せなのだ、幸せはそこにあるのだということが実感できるようになるでしょう。